血液、血液、血液は動物の体内をめぐる主要な体液で全身の細胞に栄養分や酸素を運搬し二酸化炭素や老廃物を運び出すための媒体である。血液は生体内で細胞が生きてゆく上で必要不可欠な媒質であり、正常や分量などは向上性が保たれるように働く。人の血液量は体重のおよそ1。 13、男性で約8%、女性で約7%である。例として、体重 65kg の男性の場合、約 5kg が血液の重さとなる。動物一般について言えば、血液は体液とほぼ同意である。血液の流れを血流もしくは血行という。血液が感情の構造の中を流れている、脊椎動物においては、 この管を血管という、体液を体内で流通させる仕組みがある場合、これを血管系あるいは循環器系という。血管系には開放血管系と閉鎖血管系がある。人をはじめとする脊椎動物は閉鎖血管系であり、特に外傷などがない限り、血液は血管の内部のみを流れる。血管の外には組織液があり、液体成分と一部の血球は、 血管の壁を越えて出入りする。血管の周囲にある細胞は、組織液に浸っていると考えてよい。甲殻類や昆虫など、解放血管系の動物及び循環器系のない動物においては、血液は血管外にも流れ出すので、血液と組織液の区別はなく、体液は全て血液とみなしてよい。なお、本記事の以下においては、特に断りのない限り、 人の血液について述べている。血球成分、細胞性成分、血液細胞と血小板、これらを浮遊させる、血小成分、液性成分からなり、その比率は、およそ40から45、60から55である。また、血球成分、血液細胞は、重量比で、赤血球96%、白血球3%、血小板1%で構成される。 結晶成分は水分90%、結晶タンパク質7%、その他微量の脂肪等、無機塩類で構成される。色は人を含む脊椎動物の場合、赤く見える。これは赤血球に含まれるヘモグロビン、鉄を含むタンパク質という色素に由来する。ヘモグロビンは多くの無脊椎動物においても血液中の酸素運搬に寄与する。 五解やミミズ等の関係動物の血液も赤いが、これはヘモグロビンと同じく鉄系ではあるがエリスロクロリンという性による。ただし、補欠分子属や機能面で大きな差異がないため、これもヘモグロビンの一種と取り扱うことができる。無脊椎動物である糖塞類、または軟体動物やカニエビなど甲殻類は、同型タンパク質のヘモシアニン、 シアをそのために青みがかっていたり、小ヤなどではバナジウムを含む、ポルフィリン化合物のモバナジン、バナドクロム、バナドヘモクロモゲン、ヘモバナジウムのため緑色に見えるものなど、多数の血色層が存在し、同じような色であっても異なる色素成分によることも多い。また、呼吸色素の種類により、酸素の運搬能力、効率も異なる。哺乳類の場合、血球、 血液細胞はいずれも骨髄で増血幹細胞から分化成熟したものである。増血の場は哺乳類と鳥類では主に骨髄、魚類では主に腎臓、両生類では脾臓である。爬虫類は種によって様々である。健康人では未熟な細胞は骨髄から血液内に移動することはできず、血液内には赤血球、白血球、血小板のみが存在する。 人の血液物性や成分は以下の値となる。血液を工業個材と共に、遠心管に入れて、遠心分離すると、血液中の細胞成分が底の型に移動するが、大部分が暗赤色,色の赤血球部分で、赤血球部分と上積みの間に白血球部分ができる。中央がやや凹んだ、直径約7.5マイクロメートル。 厚さ約1から2マイクロメートルの円盤状で、ヘモグロビン量が、体積の1、3に相当する。酸素の運搬を担い、細胞核やミトコンドリアを持たない。膜は男性に優れて、容易に変形できるため、毛細血管など細いところも通りやすい。赤血球は、成人男子で430万から570万、マイメートルメートル。 女子で380万から500万、全身細胞の1、3に相当する。全血液中容量中の赤血球容量の割合をヘマトクリットという。正常値は、成人男性約45%、女性約40%であり、貧血時に下がり、脱水症状になると上がる。ヘモグロビンは、酸素と結びつくと鮮やかな紅色となり、分離すると、暗い赤色になる。 これがそれぞれ動脈血と静脈血の色を特徴づける。仮にヘモグロビンが結晶中に溶けた状態にあると血液は粘度が非常に高く流れにくくなる。またヘモグロビンそのものもすぐに分解され酸素を運搬できなくなる。形態や染色性から下流球、高中球、高酸球、高塩気球、単球、リンパ球の5種に分類できる。 細胞種の集合体で細胞核を持つ。殺菌作用を持ち、免疫機能にも作用する。血中の数は5000から9000マイメートルメートルであり、好中球が全体の50から70%、ついでリンパ球が約30%、単球が約5%である。直径2から3マイクロメートルの細胞核を持たない細胞で、 血管が損傷を受けると粘着、凝集反応を起こし止血に重要な作用を担う。血中数は15万から40万マイメートルメートル。血管が破壊されると露出した抗原繊維、コラーゲン繊維と反応して血小板が粘着する。さらに変形してセロトニンやアデノシンにリン酸などを含む粒を放つ。これらが血管収縮や さらなる血小板の凝集を促し、血栓を形成して出血を止める。血栓は血液の液体成分で、その90%を占める水は物質の運搬を担う。電解質は細胞へミネラルを補給したり、体液の浸透圧や干渉作用に影響を与える。血栓タンパク質は浸透圧や干渉作用調整の他にもアミノ酸や ホルモンビタミン類の運搬やフィブリノゲンが血液凝固に作用したり、抗体として免疫作用に関係したりと多様な機能を持つ。人は誕生以前の体制時にあたる、発生の極めて初期には卵黄脳増血管組織、血統で増血がされるが、これは体外増血にあたる。その後肝臓や肥臓で増血され、体制後ヶ月頃には増血組織は順次萎縮する。 その後、誕生するまでには増血の場は、成人期増血期間である骨髄のみに移る。発生生物学的には、増血には二つの段階があることが知られている。一時増血は、発生初期に、肺体外の卵黄脳組織で起こり、一時的に肺に血液を供給し、生涯全身に血液を供給する。二次増血は、肺のエイジム組織で起こる。この、 二次増血を行う細胞がどこから来たのか明らかでなかったが、理科学研究所の研究グループは卵黄脳にある増血細胞が二次増血にも関与していることを突き止めた。子供の時期には頸骨のみがほとんどの増血脳を担うが、20代の頃には失われ大腿骨やあばら骨などの増血比率が高まる。成人では体育の胸骨、肋骨、脊椎、 骨盤、リンパ組織などで増血が行われる。さらに年齢を重ねると、胸骨や椎骨、骨盤での酸質比率が高まる。骨髄のうち、増血を起こす部分は赤色骨髄のみで、黄色骨髄にその能力はない。すべての血球は肝細胞、増血幹細胞をもとに作られる。これが、増血因子を受けながら分裂による増殖を繰り返し、 様々な血球へ分化、成熟する。まず、増血幹細胞は、リンパ系幹細胞か骨髄系幹細胞のいずれかになる。リンパ系幹細胞は、リンパが球を経て白血球のうちリンパ球になる。骨髄系幹細胞は、複数の分化をたどり、前赤が球、赤が球を経て、赤血球、骨髄が球を経て、白血球、好中球、好酸球、好円気球。 単蛾球を経て白血球、単球、巨角蛾球、巨角球を経て血小板となる。赤血球は老化すると柔らかさを失う。こうなったものは寄贈で細胞内皮系細胞による食作用で分解される。ヘモグロビンは分解し黄色色素のビリルビンとなり肝臓で水溶性化を受け単純の中に含まれた形で十二指腸へ排出される。これは 最近作用でうろびりの原因へ変化し、ほとんどは糞便に混じって、一部は腸の吸収を経て腎臓から尿中に含まれて、排される。分離した鉄は肝臓や脾臓から骨髄へ送られ、新たな赤血球形成に使われる。白血球や血小板も老化すると脾臓で、破壊されるが、白血球の寿命は種類によりまちまちで、下流球が2から14日に対し、 リンパ玉は時に数十年もの寿命を持つ場合がある。血液が流れている身体部分を特に循環器系と呼ぶ。循環器系は心臓と血管などからなり、人の場合、血管は閉鎖回路をなしている。血液は心臓によって加圧され、動脈を通じて全身へ送られる。毛細血管に達すると細胞間質液に栄養分、酸素等放出をし、 上脈を経て心臓へと戻る。閉鎖回路の循環器系の場合、この経路には大別して2経路あり、一つは心臓と肺の間における肺循環、小循環、もう一つは心臓と肺以外の全身との間における大循環、大循環である。したがって血液は以下の経路で全身を循環する。血液が 蒸気のように全身を循環していることは、ウィリアム・ハーベイにより1628年に提唱された。血液のうち、血球成分は骨髄内の造血細胞で生産される。血球ごとに寿命は異なるが、赤血球の場合、約120日で寿命を迎え、老廃した赤血球は肝臓、脾臓で壊され、体外に排出される。 ただし、赤血球中のヘモグロビンは排出されず、再利用される。血液には、干渉液としての機能があり、内部環境、CF ホメオスタシス維持のために、様々な平行を保っている。主な役割、機能で述べた事柄は、基本的には、内部環境の平行のためのものとことてよい。血液の pH は7.35から7.45の、 間で厳密に調整されている。この調整には、主に次の二つの平行機構が働いている。血液の pH は、主に炭酸水素、イオン、アルカリ性と炭酸、酸性の比によって決まる、干渉液。炭酸水素イオンが減るか、もしくは炭酸が増えると血液は酸性に傾くことになる。体中では、様々な酸が発生しているが、 特に呼吸を代表とする酸化反応によるに、酸化炭素、炭酸ガスの発生は莫大であり、これは血液に溶解して大量の炭酸となる。これでは酸性になってしまうので、炭酸から炭酸ガスを有利する方向に干渉反応が進み、その結果発生した炭酸ガスは呼吸中枢を刺激し、呼吸が激しくなって肺から排出される。 炭酸以外にも少量ながら硫酸、リン酸などの酸が体内では酸出される。これらは炭酸と違い、ガス化して肺から排出できないため、リン酸塩による干渉作用および腎臓からの排出によって調節される。血液中にはリン酸二水素イオンとリン酸水素イオンが約1、4の比で存在し、これも干渉液としての機能を果たす。また、 過剰な酸は主にリン酸に水素イオンの形で尿中に排出される。血液は全身の隅々までエネルギー気質であるブドウ糖やアミノ酸、有利脂肪酸などを運搬し、体細胞が常に一定のエネルギー気質を使えるようにしている。ただし、タンパクやアミノ酸がエネルギーとして使われるのは原則として非常事態の時に限られる。健常な人の場合、 安静時には血液 100ml 中の血糖、ブドウ糖はおおよそ 100mg で安定している。これは主に水臓のアルファ細胞から分泌されるグルカゴン、ベータ細胞から分泌されるインスリンにより調節される。食事により血糖が上昇するとベータ細胞からインスリンが分泌され、血糖をグリコーゲンにして肝臓に貯蔵する。 また、脂肪を脂肪組織に固定する。逆に血糖が低下すると、アルファ細胞からグルカゴンが分泌され、グリコーゲンを分解して、ブドウ糖にし、また、脂肪を分解して、有利脂肪酸とする。生命活動は、身体内の化学反応により維持されていると言える。そして、それらの化学反応は、すべて水溶液中で進行するため、 身体内の水分量を保つことは非常に重要である。血液は身体内での相当量の水分を保持しているため体細胞に水分を供給する重要な役割も持っている。水分が不足すると副腎皮質からアルドステロンが分泌される。また激しい運動をすると脳下水体抗用から氷尿ホルモンも分泌される。アルドステロンはナトリウムが 尿中に排泄されるのを抑制し、結果として、水分を体にとどめる。発汗が多いと、アルドステロンの分泌はさらに促進される。また、氷尿ホルモンは、その名の通り尿量を減少させる。高温動物であるか変温動物であるかにかかわらず、動物の体組織、体細胞が機能するには、ある範囲の温度が必要である。人の場合、 体温が摂氏34度以下、あるいは摂氏43度以上になると、脳細胞が働かなくなり、意識が消失してしまう。つまり変動の許容範囲はわずかに10度くらいである。外部環境としては、寒中水泳や100度近いサウナまで耐えられることを考えると、内部環境の温度変化の許容範囲は極めて小さい。血液は全身を循環するので、 身体各部分の熱を交換する。これにより、全身の体温をある程度一定に保つことに寄与している。以上にも述べた通り、血液はホメオスタシスによりその成分、蘇生、温度などが一定に保たれているが、それらの定常性が乱れると、体に様々な影響、病状が出る。病原体が体内で広がるにも、血液を経由するものもある。 血液そのものを住みかとする例、マラリア原虫などもある。また、血液は普通は体外に出ないはずだが、実際には、吸血動物を通じて、人から人への移動が可能である。このような感染経路を持つ、伝染病は、数多い。人の場合にも、ペストやマラリアなど重要な伝染病が多い。このような感染経路を、ベクター感染という。それらの多くは、 衛生面の進歩によって、先進国では姿を消しているが、そうでない国も多い。それに代わって見られるようになったのが、医療的な処理、注射、輸血などの際に血液の交流が起こって、それによって感染が起きる例で、これを血液感染と呼んでいる。他人同士の血液を混合すると、赤血球がひっつき合う凝集反応が起こり、やがて塊の中で、 赤血球が破壊され、溶血することがある。これが体内で起こると、血管の閉塞や、ショック、または悪心などの症状につながる。これは、免疫反応、抗原抗体反応の一種であり、凝集を起こさない血液のグループを、血液型という。よく知られた血液型には、ABO 式血液型と RH 式血液型がある。 1901年にカールラント・シュタイナーが発見した ABO 式血液型は赤血球の膜にある抗原、凝集源 A、B の2種と結晶中に含まれる抗体、凝集素 α、β の2種が関係し、4つの血液型に分類される。メンデルの法則に従い、優勢の AB と劣性の O3 種の遺伝子が2つ、組み合わさって遺伝すると A 型。 B 型、AB 型、D 型の4種類に分かれる。A 型の結晶には β、B 型には α、O 型には αβ の抗体があり、AB 型は両方とも含まれていない。この A と α、または B と β が結びつくと凝集と溶血が起こる。RH 血液型は赤血球の膜にある抗原体の RH 因子を原因に起こる凝集であり、同じものが 赤毛猿から見つかったため、この名が付けられた。a b o 式血液型と異なり通常の場合抗体は血液中にない。しかし、RH 陰性、RH マイナスの人が RH 陽性の輸血を受けたり、RH マイナスの女性が RH 陽性、RH の胎児を妊娠した場合、体内に高 RH 抗体が生じる。そしてまた輸血を受けたり、 RH の子供を妊娠すると、抗体が反応して、赤血球病臭反応を起こす場合がある。血液は抗栄養の液体であるため、これを食物とするのは不思議ではない。血液は、より基本的には、血という。血は、様々な文化で、親子関係、親族関係、遺伝に結びつけられて用いられている。例えば、血糖、血脈、血族、血のつながりや、 血縁といった表現で用いられている。また、血液は、不祥事に体外に流れ出るので、戦争や暴力の象徴、メタファーとして用いられる。例えば、血の日曜日、血のバレンタイン、無血革命、血まみれの、ブラッディメアリー、メリー一世などといった表現がある。血の毛が多い、血気盛んなといった表現は、気性が荒く乱暴な人物に対して用いられる。 血液を生命、あるいは、それを象徴するものとして扱う文化がある。ゲルマン人は、というイケニエの儀式で、血液に特殊な力があると信じられ、家畜の血を、心臓や、自分の体などに振りまいた。ホームページ、栄養源としての血を参照のこと。血液重量が、体重に占める割合は動物によって異なる。人や犬 7. 7、犬7.7%。 猫5.5%、ウサギ5.4%、ラット5.0%、鶏は10%になる。脊椎動物において、体重に占める血液の重量比率は、動物の種によって大きく異なる。数値は、ベルテルスマン 1979, オッペンハイマーピンケソン 1925, プロサー1973から。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。